だけには気をつけて精一杯お願いいたします。以上、挨拶をさせていただきます。よろしくお願いします。皆さんお疲れ様です、東京のコースですが、まず沼袋駅前、出発しまして、深沢様の方に、寄ります、その後、沼袋全乗員さんの方で、休憩を取りまして、駅前の駅所前を通過します。そして、実装員さんを通り、実装員さんに受けいたしまして、その後、久保寺大木店さん、久保寺大木店さんで休憩を取った後、坂を商店街のところを降りてきまして、ちょうど沼袋郵便局前ですね、前、総代長の亀井さん宅のところで、休憩を取り、最後沼袋の三木署の前に戻ってくるというような東京コースになりますので、一つよろしくお願いいたします。それではですね、乾杯をしてから引越しを出したいと思いますので、前の方にですね、ちょっと用意しておりますので、ちょっと見てください。もっと寝すぎたかも。やばいやつ来た。あ、どうもすいません。お世話になります。よろしくお願いいたします。ない人。ない人。まだもう一枚。よろしくお願いいたします。もらっちゃっていい？ありがとうございました。どうぞ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 。パーメンまた。早くね、まあ、いや、やめると思うけど、今ちょっとすごい。すごい部分ばっかり。まあ、電球は大体こんなもんかね。それではですね、あ、茅ヶ崎、茅ヶ崎市庶民、湘南、醤油、醤油会、醤油会を、醤油会、醤油会ですから、醤油会を、この入れ墨の入った私は。人気だから、不足して。こんばんは。皆さんと同じように、このとおり、沼袋の駅前、非常に狭いです。雨も降っております。進み、今まで、よく大きい団地。夏祭りだったんだけども、中止になって、今これからは、今年からは、茅ヶ崎の進み、夏祭りになります。物は同じです。社内連合、流連合、そして、そういう関係も、山どちでもすごく、社内の中、有名になっています。それでは、乾杯。乾杯。なんか俺一人。